コピー・モンゴメリーは、オーストラリアの女優。いくつかの情報サイトでは1975年、生まれともされているが、多くの情報サイトでは1972年生まれとされている。代表作は、FBI 失踪者を追え、アンフォゲッタブル完全記憶捜査、シドニー生まれ。父は、レストランオーナーのフィルドナヒュー。母は、市場調査官拳銃役のニコラドナヒュー。 両親は自分の娘たちの名を花の名前から取り、兄弟の名はジェスロ・タルから取った。当時のボーイフレンドと旅に出るために学校を中退し、18歳の時とベレ。ジョイス・キャロル・オーツの小説、ブロンドを元にした2001年放送の CBS のミニシリーズ、偽りのブロンド、マリリン・モンローで、マリリン・モンローを演じ、2002年、100人の中から FBI 失踪者を終え、 サ,マンサ,サムスペード役に選ばれたことで人気が上がった。2007年12月23日、ロサンゼルスにてモンゴメリーと俳優アダムカウフマンの間に男子が生まれた。2014年11月11日、ショーン・サン・フォードとの間に男子が誕生。ありがとうございます。